やらないか。アムネジア・ザ・ダークディフェント実況パート14やっていきたいと思います。オーブのかけら6つ手に入れたので、これを使ってアレクサンダーがいるエリアへ行きたいと思います。あ、寝ちゃ寝ちゃ、ビンタ来るビンタ来る、確か、あれこっちだっけ、どこだっけ、どこだ、こっちか。ノノ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 、ダメビンタノー。アレクサンダー、あのビリビリがあったところかな、機械がくるくる回ってビリビリしているところ、確かここかな、確かここにオーブをはめられそうなくぼみがあるだよね、ここかな、適当に1個目、2個目、オーブのかけらをくっつけるには、ちょっと待って、台座はオーブの組み立てに申し分ないが、かけらを固定するために何らかの接着剤が必要だ。接着剤、これ、あ、来た、これでオーブ、もう一個、あと3つ、あと2個、どんどん溜まっていくね、ラストワン、オッケー、これで扉が開かれる。あ、なんだこれ、あ、ずっとずっとずっと、で、なんだこれ、あ、オーブそのものは障壁を消し去りはしないようだ、機械そのものをどうにかしなければ。あー、そっか、機械がぐるぐる動いてんだよな、どこかになんか制御室っぽいのあった気がするんだよな、どこだっけ、どこだっけな、多分この右か左どっちかの部屋かな、うわ気持ち悪い、とりあえず右行ってみよう、よいしょ、いや、ネチャネチャしてる、気持ち悪い、おう、どこだっけな、こんにちは、うわー、ネチャネチャ、ちょっと階段の降りる、あ、これこれかな、これか、だいぶ赤いネチャネチャのせいで機械がおかしくなってるな、歯車止まれ、あ、なにこれ、おい、痛い、おい、痛い、あ、なんだこれ、頭か、頭か、違うよな、壊れない、壊れてくれ、これ、え、歯車を阻害するの、あ、これで投げればいいの、これは無理か、もっとでっかいもんない、なんかでっかい石ころみたいな、レンガとか、う、オイルが垂れてるな、ネチャネチャがある、危ないね、石ころはこれは使えるんじゃない、もしかして樋口箱がある、あ、手紙がある、手紙ゲット。1839年8月18日、私は自分がなってしまったものが信じられない、少女の一人が逃げ出し、私は少女の上、少女を上の階まで追っかけていった、彼女を追い詰め、そして命には何の価値がある、私が自首するまでに奪ったのはどれぐらいの命だ、そう、私は罪のないものを守るために殺人者を殺すだろう、だが自分を守るために罪のないものを殺すことは冷酷な人殺しだ、はんはんはん、なるほどね、とりあえず壊そう、そうだ、歯車壊そう、これくらいの大きさの石で十分かな、ほいっと、うわ、うるるる、これだ、なんかヤバそう、逃げよう、うわ、オッケー、これで、え、なぶずるる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 
今いたよな。出らんねえじゃん、なとこいたら困るな。やべ、来てる来てる、いるいるね。やばい、声がする。どっか行ってくんないかな。困るな。まだいる？もういないだろ、さすがに。いた。おい、こっちだよ。おーい。おーい。どっか行っちゃった。間抜け。間抜けだな。ここはもういいか。行こうか、じゃあ。どうしよう、あのすっぽんぽん。あ、どっか消えた。向こうの方行っちゃった。あのビリビリのオーブがある部屋の方に向かってるね。どうしよう、もういい、いなくなっちゃった。いる、まだいる。一応反対側の部屋も見ておこうかしら。あ、壊れてる。いけねえんだ。そうか、じゃあ戻ろうか。化け物がいるな。あいつのお尻なんて見たって全然嬉しくもなんともねえんだよな。どっか行ってくんねえかな。まだいるよね。消えた？もういないよね。お前がそこにいたらさ。あ、バレた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 、ノノ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 、ダッシュ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 、ダッシュ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 、うわあ、ダッシュダッシュダッシュ、うん、やべ、なんだよ、お前邪魔しやがってこの野郎が、バカ野郎が、ここは何、歯車壊した後、邪魔しやがってあの野郎が、チキショウ、うぶどう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 、ほほ、お。バカ野郎がいきなりいたよ目の前に。まあアグリッパの首ね。アレクサンダーはオーブを使って何やら門を開こうとしてるんだよね。異世界とこの世界をつなぐ門を開こうとしてるんだよね。でアグリッパとアレクサンダーがその門を開こうとして中に入ろうとしてるんだ。で、そのアグリッパも中に行こうとしてる。で、アグリッパがさっき、私を、門が開いたら私をそこに通してくれって。多分頭を投げ込むのかな、門に。わからんけど。まだいる？いる、いる、いない？いないよね。よろしい。じゃあ早速行こうかな。ミンタ来る？来なかった。よっしゃ、じゃあアレクサンダーとご対面かな、わかんないけど、ここか。あ、オーブなくなってるね。でもここを通れるようになってる。にゃ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 、うわ、やばいやばい、急ぐ急ぐ急ぐ、うわ、ちょっとっとっと、終わった。彼女の抜け殻となった姿は彼の心を折ってしまった。彼はその光景から目をそらそうとしたができなかった。何ここ、何、やめて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 、何これ。あ、ドアは開かないだろう。メモ、重い扉は封鎖されている。開くと方法を探そう。右と左に部屋がある。行ってみようか。ドアは開かないだろう。なんだ、ああ、ちょっと待って、おい、やめねえ、止まった。うわぁ、よいしょ、うわ、走れ。わかった、走る。ここどこ、ここか。ゴーゴーゴー、痛い痛い、
何ここ、ここ何、手紙がある。1839年8月19日こんなのは部屋じゃない。私に責任はないんだ。私はあの悪魔に操られていた。彼は私の罪悪感をただ前に取り欺くことであった。私をあの影に一人で立ち向かわせたんだ。あの下劣な陰謀野郎め。彼は想像を超えた力を盗み取るとき、私が命を落とすと予想していたのか。アレクサンダー、お前を殺して報いを受けさせてやる。あの影がロンドンとアルジェリアで私を捕まえていてくれれば、こんな屈辱に苦しむことはなかったろうに。お前は私を人殺し、怪物にしたのだ。そして今私はただ死を待つのみだ。衰弱しすぎて話を続けられない。膝が言うことを聞かないので立つことすら難しい。涙で目が曇って見ることができない。私が拷問したあの人たち同様壊れてしまった。私たちが彼らにしたようにこの恐怖を拭い去ることができればいいのだが。アレクサンダー悪いやつだな。何これ。赤いの来る？何これ。痛い。あ、赤くなった。なんもないよね。なんもない。赤いネチャネチャ来るから急ごう。やばい急ごう。あれ開いた？ここ何？またこれ同じやつ。何これ。痛い。回復しよう。やばい。これでいいの？知らんぞ俺。やばい赤いネチャネチャが来てる。開く？これで。痛い。え、開かないだろ。開かないじゃないか。痛い。あ、ここ。あれ？開かないぞ。開かないじゃないか。あれ？どこから来たっけ？あれ？赤にちゃめちゃ来ない？ならいいんだけど。これは？じゃあゆっくり探検しよう。アイテムはない。ここ触ったらなんかバチーンってビンタされたんだよな。な？お？何これ？これは真実の口かな？違うね。紋章。な？あ、やばい。精神状態やばいね。明かりをつけてと。やばい。精神度が。立つんだ。立った。よろしい。早くしてよ。開かないのこれ。なんなんこれ。開かないじゃないかよ。痛い。ビンタ。これ、やめて。ビンタやめて、痛いから。何これ。樋口箱つけるから許して。立て。立つんだ、ダニエル。立つんだ、ダニエル。頑張って。どうやって開けんだ、あの扉は。ここをどうやって開けんの。はい。開かないじゃないか、これは。どうなってんの、これ。もう一回行こう。ビンタ来る。火をつけなきゃダメ、これ。ピッ。ほれ、これで満足か。ビンタ来る。うう。痛い。死んじゃうじゃないか、そんな殴ったら。暴力反対。痛い。またここビンタ来るんでショック取るとき。うるる。痛い。バカ誰が。またここ引いてつけろって。ほら。ありったけの樋口箱をつけてやるよ。ほれ。これで満足か。アイテム特にないしな、もう。アグリッパの首は使えないし。これで満足か。この裏側にあるこの紋章は何だろうね。これ何だろうね。よくわかんない。ビンタ来る。来なかった。おい、痛い。開かない。開く方法を探そう。こうか。どうしようねえな。ここも開かないしな。
どうしろと。困ったね。扉は開かない。これは何かある？何もないか。これは、何これ、なんだろうね。カミソリか。血が溜まってる。さっき自分が手切ったんだ。あ、倒れた。 No 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 no。 ダニエル、立つんだ、立つんだ、ダニエル、頑張れ、もうすぐだ、頑張れ、よし。血が溜まってるね。困ったもんだ。どこに使えるアイテムもないし、頭ぐらいか。アグリッパどうすればいいんだ、教えてくれよ。樋口箱は立ったけの樋口箱をつけたしな。樋口箱じゃねえってことはこっち側か、ここか、ここに立つのか。神よ。あ、立て、頑張れ、立つんだダニエル、お前ならやれる、頑張れ、立つんだ、頑張れ、頑張るんだ、よし、よくやった。あー、ネチャネチャが侵入してきた、まずいぜこれは。ノー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 、開いてる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 、あーやばい、全部使っちゃおう。ノー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 、ここか、オーブの間。彼は怒っていた。彼女の大柄な態度に、態度を引き合いに出し、彼女をこの物語の悪党に仕立て上げることは簡単だった。なんだこれ。君にする前か、お前がアレクサンダーか、お前をぶっ殺してやる。なんだこの光は。何これ。何言ってんだお前は。倒れそう。倒れる、倒れちゃうのこれ。倒れた。やめろ、ダメだ、やめろ。アグリッパの頭どうすればいいのこれ。アグリッパの頭、え、これ全部倒せばいいの。アグリッパの頭どうすればいいんでしょうね。これアレクサンダーいる、アグリッパの頭これいるか。あ、痛い。まあいいや、倒そう。ほらほら、あれ倒れねえ。ほらほら、倒れろ倒れろ倒れ、やめろダニエル、破滅させるつもりか。君も死ぬことになるぞ、頼む。嫌なこった、私も君と同類なのだダニエル、前と一緒にすんじゃねえ。さあ最後の一本、前は死ぬんだ。あ、撃つ、倒れる。あ、この愚か者が、あばよ、あばよアレクサンダー、さよなら、バイバイ、ざまみろ。アレクサンダーをぶっ殺してやったぜ。何これ。私を、ヴィルネンブルクから離れることを私は恐れていた。そう思われるのだろうか。私は理解していた。あれこそ私の人獄、罪を浄化する効果だったのだと。
私の行いが拭い去られることはない。だが私は賜物を捧げたあの男を彼らに。アレクサンダー、私は正義を。アレクサンダー。終わりか。やっとアレクサンダーぶっ殺して終わりかな。まあこの主人公ダニエルは確かアフリカの地下遺跡へ発掘しに行って、そこでオーブを発見して持って帰ったんだっけな。ただそのオーブはなんだっけ、異世界となんか意識を交わすことができる能力を得ることができるんだけど、それを持って帰っちゃうと、それに触れちゃうと、あの赤いネチャネチャ影が追ってきて殺しに来るんだよね。で、アレクス、ダニエル、主人公ダニエルの周りで赤い影が、赤いネチャネチャがダニエルを追ってきて、そのせいでダニエルの周りの人がどんどん死んでっちゃって、でダニエルは自分がいつ殺されるんだろうともビクビク生活をしていたのかな。そこで一通の手紙がダニエルのところへ届いたんだよね。それがアレクサンダーからの手紙。私の城へ来いって、何か手助けができるはずだって。なんでアレクサンダーって人は、私ダニエル、私が影に怯えながら暮らしていることを知ってんだろう。まあ疑問に思いつつも彼の城へ向かった。彼はオーブの研究をしていて、でオーブを持ってきちゃったことによって、あの影が追ってきて、その影をから逃れる方法がある。それは他の人間を犠牲にすること。まあそうすれば一時的に影から逃れることができるみたいな。何かな IKE271。まあその犠牲をね、囚人で、チカローの囚人でなんとか犠牲の方に回していたんだけど、人が足りなくなっちゃったから、さっきの村へ行って人を飼って、人をさらってきて、そいつを殺していた。ただアレクサンダーもただ両親の呵責というだけでダニエルを助けたんじゃなくて、ダニエルが持っているオーブと、あとビタエっていう、あの人が恐怖を感じると体内に蓄積されるエネルギー、ビタエとかが必要で、まあ、そのビタエを抽出するために、そのいろんな囚人を拷問にかけて怯えさせて、ビタエを発生させて、それを抽出していたって。でそれ、オーブとかそのビタエ、いろんなものを使うと異世界へ通じる門が開く。その門を開こうとしていたのかな。ただやっぱオーブ使うと影が追ってきて殺されちゃうから、その身代わりにダニエルを捧げようとしたんだよね。まあそれを知ってしまったダニエルは、まあ逆上して、まあアレクサンダー殺すなったんだっけな。でもなんかあのやっぱ途中で、あのの村行って人、少女をさらって、ちっちゃな女の子さらってきて、まあぶっ殺してたんだけど、まあそういう罪のない人たちを殺すことに罪悪感を感じて、ついに耐えきれなくなっちゃって、記憶喪失したのかな。で目覚めたところがこのゲームの最初。いろんなところに落ちている西やメモを拾いながら記憶を取り戻していって、でまあアレクサンダーは殺したね。結局アグリッパが何なのか分かんなかったけど、アグリッパの首持ってきちゃったよね。まあ見た感じグッドエンドなのかな、多分。まあこのゲーム怖かったね。だいぶ動画で見てるとあんま分かんないけど、実際やってみると音がリアルで怖い。上下左右前後から音が聞こえるから、化け物もそんな突然目の前にバーンって現れてくることはそんなに多くなかったけど、近くにいるっていうのを匂わせてくるんだよね。この壁の向こう側にいるとか、ドアの向こう側にいるとか、
姿は見えないけど存在を匂わせてくるから怖かったね。まあなんとかクリアすることができました。今までご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。